10年5月完結、全4巻。また、本作と同じ登場人物で違うストーリーの漫画、森口式人の帝王学が、月刊コミック電撃大王にて連載、全2巻。県立、ケチカ高校に転校してきた、森口織目は登校初日の途中で、女生徒と衝突。その女生徒の手を取ってみると、たちまちの通りにいやらしいイメージが浮かんできた。 それもそのはず、その、女生徒、遥かな原象雪は、自分の思考が、周囲の人間に伝わってしまうという能力の、持ち主だったのだ。しかも、生徒会副会長で、学校一の誉れ高き麗しのお嬢様という、表面的な容姿とは裏腹に、初雪は、戦場的な妄想を抱く性癖の持ち主でもあり、さらには、陰陽師という、全く別の顔も持っていた。 くて初雪の妄想と能力、そして出現する妖怪に振り回されながら、四人の初雪を守る日々が始まる。 2008年8月発売 ISBN978 から40億4867万17982009年5月発売 ISBN978 から40億4867万81242009年9月発売 ISBN978 から40億4868万972010年5月発売 ISBN978 から40億4868万53992008年8月発売 ISBN978 から40億4867万25112009年8月発売 ISBN978 から40億4868万332ありがとうございます